演舞開演。本日はシラロッテリアのバケットポテトとフライドポテト S5 つを食べたいと思います。まあ全部食べきれるかどうかはわからないんですけどね。豪華ですね。いっぱいあります。フライドポテトの S、 こういう風になってるのはおなじみですけど、こっちがものすごくインパクトありますね。では早速食べてみたいと思います。でもその前に、はい、いつものパターン、いただきます。噛んだ瞬間にジャガイモのホクホクとした食感が口の中にふわっと広がっていって、時折カリッとした食感もあって美味しかったですね。程よいジャガイモの風味を味わうことができて良かったです。塩はあんまり振ってないのかな。あまり塩辛くはなかったですね。ただ自分はフライドポテトがどっちかというと太い方が好きなので、そこの点だけちょっと引いてこちらの点数をさせていただきました。もちろん細いのが好きという方にはこちらの方がおすすめだと思います。で、なんで今回こんな風にこれだけのロッテリアのフライドポテトが出てきたかと言いますとですね、こちら現在 au スマートパスにおいて、このようにロッテリアのギガゴリプランというプランが搭載されており、こちらで注文すると今のポテト全部が600円で食べられるというすごくお得な商品となっています。ちなみに通常価格だと1680円するらしいです。半額以下ですね。ギガ盛りで今の時期から考えると、受験を終えてみんなでパーッとやりましょうみたいな気に考えているのでしょうか。いろっぱいありますので、自分は全部そのままで食べましたけど、いろんな調味料とかをつけて食べ比べてみたりとか、そういう風にやってみるのもいいですね。ただ丸ふざけでわさびとかからしとか入れすぎたとか、そんなことならないようにお願いしますね。食べ物はおもちゃにしちゃいけませんよ。というわけで、それでは、新年の目標を立てるよ、ガラス堂。ガラス堂をどうするつもりなんでしょうかね。すみません、やっぱりいっぱい食べ過ぎたかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。